はいどうも、それでは風雲幕末伝をプレイしていきます。とりあえず体力的に回復かな、ちょびっと先に。まあある程度はあるけど。そういえばお前がこだわってたやつ、坂本龍馬や倒幕編の主人公ね。鳥羽伏見でまた戦ったね。またそれがどうした、今官軍には加わっていないらしい。もう外国行ってんじゃないかな。もうやっぱり外国に行ったらしいなんて噂を聞いた。坂本さんの意志を継いでね、戦うのは嫌だったもんな。11日目、とりあえずまあ多分今回でそろそろもうラストまで行くんじゃないですかね。エンディングまで、砂漠編の。ご苦労様です。ご苦労様です。ほう、頼みがあるんだ。なんだ頼みって。逃げろという頼みでした。お聞きできません。先読みした主人公土方さん、断られてちょっとしょんぼり。私は最後まで土方さんとご一緒すると決めております。そうか、逃げる気はない。こいつを頼もうと思ったんだがな。この市村、どういうことです。市村、お前は逃げろ。武州日野に、日野ね、故郷に行ってくれ。故郷に行って何、家族の世話でも頼む。お前は生きろと。はい、まあ、そうやって逃がすわけですね。ちょっとなんか沖田に似てるとか言ってたしな。そういう仲良かったやつの面影を感じて逃がしたくなったんだな。お、匿名任務発生した。おう、じゃあもうラストですね。もう多分今回で最後まで行くかなって言ってたら、ちょうど最後の任務が出ましたね。じゃあもうこの匿名任務クリアしたら、クリアだ。これで。ラストバトルがこれだな。函館に総攻撃が来る。最後まで、もう、生きた証と誇りにかけて、これを迎撃せよ。よし。ラストバトルだ。今日も尽力します。市村だけいなくなったんで、残った同行者3人が全員来ると。じゃあラストバトルは主人公を含めて残った4人で戦うわけですね。函館がもう総攻撃か。新政府軍にめっちゃ囲まれてる。旧幕府軍囲まれてんじゃん。総裁榎本武明をはじめ旧幕府軍首脳陣の意見が幸福に傾く。榎本武明、陸軍奉行並土方と静雄だけは、土方さんだけは諦めずに徹底抗戦を主張。他のやつらはもう勝てねえって降伏しようとしてんのか。それは真の指導を追い求めた男たちで、これが最後の戦いか。少数精鋭、少数精鋭かどうかわかんないけど、少数で最後、敵の総攻撃をなんとかしのごうと出撃するのか。政府軍は幕府を最後の一かけらまで、勝てるとは思ってないんだな、土方さんも。俺たちは負けると分かってても最後の一かけらとして最後まで戦うわけか。新選組として戦います。そうか。土方も主人公死んでほしくないんだろうな、主人公に。新選組参る。最後新選組として戦うと。よし、ラストバトルだ。ムービーだと刀だけど、実際に装備してるのは槍だけどな。まあ敵うじゃうじゃいるんでね、槍の方がこれ絶対いいよな。こんだけ敵がうじゃうじゃいたら槍でやる方が絶対いい。攻撃範囲広いし。よし、どんどん片付けていくぞ。ああ切られた。陣形はお互いに背を向けて戦う感じの陣形に一応設定はしたけど、4人でこうお互いをカバーするような陣形ですね。よし、雑魚をとにかく片付けていくぞ。何体倒せばいいんだろう、わかんないけど。
敵の数の暴力をなんとかこの4人で乗り越えるぞ。ほらえー、もう24人これで。よし、どんどん倒してるぞ。何体、ああ食らった。何体倒せばいいんだ。とりあえず鉄砲持ちはまあ撃たれる前に倒していかないといけないですね。火寄るなーって、敵がめっちゃビビってる。主人公たちの獅子奮迅の活躍を前に敵がめっちゃビビってるぞ。おお、もうあとちょっとで40人か。あえー、敵がうじゃうじゃ湧くからな。お、なんかイベント起きたな。なんだ、みんなで敵を頑張って切ってるけど、キリがない。キリがないな。まだ俺とクラムが、まだまだ最後まで行くって。何度聞かれても変わりません。主人公は最後まで新選組土方についていくと。市村は総司に似てると言ったが、今お前の方がよっぽど主人公のが似てる。似ていませんよ。軽口叩いてるな、こいつら。頑固なところがそっくりだ。ああ。沖田さんにはもうすぐ会えます。そうか。まあ二人とも生きて帰れるとは思ってないんだな、もう。そうだな。うん。勝てないと分かってても最後まで戦い抜くと。よし、まだまだ終わんないぞ。行くぞ。よし、もうちょっとで50。緩むな。敵は疲弊し、疲労しているぞか。敵がどんどん、数に任せて押し込もうとしてきてるな。でまあ頑張って戦ってるわけですけど、まさかそんなとか。まあこんだけね、この人数でって4人しかいないのに4人でポンポン敵切ってるからな、そらびっくりだよな。数の暴力には負けんぞ。58、59、あと1人で60人。できながらあっぱれだって。ああ、すげえ来るな、本当にガンガン湧いてくるじゃん。味方がちょっと食らってるけど、まあまだ大丈夫そうかな。敵がめっちゃびっくりしてる。この人数でこんだけ獅子奮迅の活躍してね、奮戦してますよ。化け物かって。ああ、一人でこんだけ敵倒してたらな、化け物かってなるよな、こいつら。おお、切られた。一人で今73人ですからね。こんだけ倒してりゃ、おお、鬼神だ、勝てるわけがねえって言われて、ああ撃たれた。ああ、いかん、やられそうになってるか。半分、ああちょっと削られまくってる、味方が。やばい、フォローしてやんないと。あぶねえ、なんとか。島田さんも削られて、土方はまだちょっと大丈夫か。いやでも土方も削られてきたな。やばいやばい、味方がやられそう。ああこっちも撃たれた。92人。もうちょっとで100人いくぞこれ。なんとか味方一人もやられずに、もうちょっとで100人。あと一人。おし、100人切りしたぞ。100人切りだ。見たか、これが主人公の実力だって感じですね。もう切っても切ってもキリがね。あ、撃たれるぞ、まずい。撃たれる、主人公やばい。あ、気づいた、主人公。でも遅い。
撃たれた。撃たれた？ん？どうなった？主人公撃たれた？撃たれたよな。うん。で、土方さんも倒れてる。撃たれたけど、動けなくなるほどの傷ではなかったか。ん？土方さんじゃなかったか、倒れてたの。違うか？ん？土方さん。あれ？土方さんも倒れてたか、やっぱり。気が変わった？おう。主人公、生きろって言われてますね。近藤さんと掃除に笑われる。掃除は怒るかもしれない。仲良かったもんな、掃除と主人公。みんなの分生きろってか？そうか。土方さん、やっぱり主人公を巻き込みたくないのか。うん、主人公は最後まで戦い抜きたい、土方さんと。お？あ、死んだはずの仲間たちが周りに。おお、もう死んじゃった人たちがね、今見えてるわけですね、主人公には。幻覚かもしんないけど。で、もう懐かしい顔ぶれだ。みんないなくなっちゃったもんな。あ、土方さん、新選組のままの格好だ。そうか、主人公がもう新選組だって。最後の新選組ってことか。で、そしたらもう土方さんは行っちゃったか。で、主人公どうすんだろう。もうこれで生き延びるために戦うのかな。うん、新選組の残された最後の一人として最後まで生き残らないといけないってことかな、これで。うん、敵を切って戦場から離脱するのかな、これで。うん、そんな感じだな、多分。これで最後の任務完了か。もう死んだ仲間たちの影が、後ろ姿がね、見えて、これで任務完了、最後の戦いが終わりましたと。100人切ったらイベント発生して終了なんですね。味方が切ったの合わせて142人。4人でめっちゃ切ったな。うん。あ、で、なんか銃のやつらたくさん倒したからか、銃剣用の技が覚わったな。おう、そうですか。銃剣術が使えるようになった、最後の最後で。で、土方さんが偉人録で選べる。これで終わったか。砂漠編、新選組ルートも終わりましたね。長倉さん、お、斉藤さんも。長倉さんと斉藤さんは生きてたのか、これで。そうか、土方さんはここに。うん、土方さんのお墓か。お前はどうするんだ。私はあの戦いの日々で得たものを次の世代に伝えていきたいと思います。そうか、後世に伝える役目を。まあ、頑張れよ。では行くとするかろう。もう斉藤さんと長倉さんはこれで去ってく。主人公は最後の新選組として後世にいろんなことを伝えていきたいと。土方さんとかね、死んでった仲間たちのためにも。これで終わりか。もういい感じの終わりでしたね。そうか、これで終わったか。うん、風雲幕末伝ね、最初倒幕編の方から始めて、で、まあこっちの新選組の砂漠編の方をやったわけですけど、うん、どっちも終わり良かったな。どっちも良かったけど、どちらかというと、そうだな、うーん、倒
砲爆編も好きだけど砂漠編の方が好きかな。エンディングはどっちも良かったですけどね。まあ、とりあえず最後まで来れて良かったです。ここまでずっと見てくださった方ね、本当にありがとうございます。ここまで動画見てくださって本当に感謝です。いやー面白かったな。久々にやりましたけどね、昔やったんですけどやっぱ内容結構忘れてるおかげで新鮮な気持ちで楽しめましたね。本当よかった。とりあえずこれでなんかオリジナルの主人公2人が主役の倒幕編と砂漠編それぞれ終わりましたんで、一旦終わりかなと思うんですけど、でもまだ偉人録がありますね。偉人録っていうあの近藤勇とか土方歳三とかそういうオリジナルの主人公がいない、どちらかというと歴史に沿ったこうそれぞれのキャラが主人公のまあちょっとした偉人録っていうプレイがあるんで、あとはそのモードをやっていく感じですかね。でそれ終わったらもう風雲幕末伝は終わりという感じですかね。じゃあまだ偉人録ありますんでそちらの方もどうかご視聴よろしくお願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。また偉人録の方のプレイよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録等もお願いいたします。それでは、さようなら。